強い揺れに警戒してください。失礼した。岡山市東区の三男学園で行われた訓練です。高知県南部でマグニチュード8の地震が起き、学校が火事になったことを想定して全校児童生徒およそ400人は教室から校庭までの避難経路を確認しました。速さだけじゃなくてやっぱり安全で確実に避難することが大事だよとか、そういうことを伝えていきたい。また訓練に参加した消防隊は校舎に逃げ遅れた人がいることを想定してはしご車で救助する手順などを確認しました。